こんにちは、日高さん。はい、はい、ついにファイナルステージのチーム決まりました。ね、決まったね。はい、はい、というところで、なんか見たことあるよな、豊かのミーティング。はい、ね、豊かの全日本金メダルへの道はい、の時に豊かのミーティングで使ったんだけど、よしよしミーティングがありますね。あるね、はい、で、ファイナルステージのミーティングをしようと、はい、いうことで、まあ、セリーグはヤクルト対巨人、うん、で、パリーグはオリックス対ロッテ。はい、どういうことで戦っていかなきゃいけないかという。そうですね、各チームがどういうふうに戦えばいいかというミーティングですね、うん。はい、まあ、これはね、ちょっとこうざっくりはしてるかもわからないけども、うん、まずまあセ・リーグからちょっと話をしていきたいと思うけどもね、はい、ヤクルトの方は若手2枚看板、はい、おそらく奥川、はい、高橋、はい、1戦目2戦目って来ると思うんだよね。うん、うん、この若手というのは非常に実力もあり、はい、ボールに力もあり制球力もありということなんだけども、はい、やっぱこういう舞台っていうのが初めてなんだよね。うん、まあ、巨人は非常にもう百戦錬磨というか、はい、まあ、いろいろ経験値の高い選手たちが多いということで、はい、まあ、いろいろ仕掛けてこられるかなという、うん、まあ、そこで奥川高橋が動じないで投げることができるかなっていうのがまず一つのポイント、うん、はい、ただ奥か高橋で勝てればもうヤクルトがスッと行くよね。だけどこのいくらいいピッチャーを揃えてたとしても、はい、やっぱどういう風にして点を取っていくかで、黙っていてもある程度俺はヤクルトは点が取れると思うんだよね、うん、でシーズン中これは阪神が出てこなくてよかったっていう風に俺はヤクルトは考えてると思うんだよ。それはなんでかというと、はい、やっぱ巨人の投手陣を打ち込んでるんだよね、うん、ヤクルトが。なるほど。だから巨人が上がってきてくれたら打者陣は喜んでると思うんだよ。なるほど。でもピッチャー陣は阪神の方が良かったと思うんだよね。これなんでかというと、はい、阪神打たないから。だから思惑は全然違うんだけども、はい、だけど点の取り方、これはねもう打順の組み方一つだと思う。うん、これはシーズン中でも結構、うん、あるある、ありましたよね、うん、これね、オスナが村上の後ろに座るのは別にいいんだよ、はい、でもオスナがやっぱ調子が悪くなったら長いんだよね。うーん、そしたら村上を避けられてオスナと勝負してくるんだよ相手は、はいはい、そしたらね、いくら溜まってたってランナーが点にならないケースっていうのはすごく多かった。うーん、で後半サンタナとオスナを変えたんだよね、うん、5番と7番に据えたんだね、はい、変えた時にやっぱサンタナ調子良かったから、うん、そこで点になってたんだよ。うん、だからオスナで行くのかサンタナで行くのか調子がいいのはどっちなんだとか、うん、その見極めっていうのはすごくね初戦っていうのは大事になってくると思う。なるほど。そうすると、うん、こうヤクルトのメンバーは、うん、その時の状態によってこう変わってくる。全然変わると思う、うん、でもね大体変えるとしたらそこだけなんだよね、はい、1番塩見は変わらないし、はい、まあ、2番沖入れてくる、3番山田村上で6番に中村、だからサンタナとオスナだけ、はい、これをどっちに配置をするかによって大きく点の入り方っていうのは変わってくるから、うん、そこら辺の見極めはしっかりしなきゃダメだよということだよね。なるほど、はい、はい、でも相当やっぱり状態がいいだけに、うん、でノリもいいチームだけに、うん、やっぱこうひとたびきっかけをつかんだらタターンといきそうだよね。はい、これ待ってる側追っかけてる側っていうのもまたやっぱり違いますか。うん、まあでも体力を温存とかさ、うん、投手をある程度使わなくていいっていうことを考えると、うん、もう巨人はやっぱこう使っちゃったからね、うん、菅野を。だから1戦目から菅野いけないし、はい、だからそういう面ではアドバンテージもあるし、はい、すごく有利な状態で待ってるよね。なるほど、はい、はい、でも早くやりたくてうずうずしてると思うヤクルトの、ね、あの若手の選手たちも、はい、ね、で一方巨人、はい、で非常に阪神戦でいい勝ち方をした、うん、で特にスモールベースボールで勝ってきた、はい、うん、これはあの送りバントを多用し、それが得点につながったんだよね、はい、でそれは阪神のピッチャーとホームランの出にくい甲子園を考えて、うん、そういう風にしたんだとしたら、はい、これ神宮でもそうするのかなっていう。うーん、なるほど。やっぱヤクルトの投手陣もいいからね、うん、でもそれでは俺はヤクルトに勝てないと思う。打ってこられるから。うーん、俺は、はい、やっぱその阪神との戦い方の様相をガラッと変えて、うん、俺は攻撃野球に徹しなきゃダメだと思う。やっぱ巨人は言えばホームランで勝つチームだよ、は
はい、でも甲子園状況的にはね、うん、甲子園やっぱある程度ピッチャーがいい阪神、それを考えた時にやっぱスモールベースボールで戦わないとやっぱ点にはならない、はい、それと自分たちの投手陣も弱いながら少し落ちるけども、まあ、菅野別としてね、はい、落ちるけども阪神だとある程度の攻撃は抑え込めれるっていう自信もあったんだろうね。だからスモールベースに徹したんだけども、でもヤクルトはちょっと違う、うん、やっぱ打ち勝たなきゃダメだよ。なるほど、うん、やっぱ点を取らないとヤクルトが点を取ってくるだけにってことですね。そうそう、じゃないと勝てなくなる。うん、だから阪神との戦い方とやっぱ180度変えるぐらいのつもりで戦わないとヤクルトには負けちゃうかなと。ヤクルトはそれだけの攻撃力もあるし、投手陣もやっぱこう競り合いに強い投手陣はやっぱこうなんていうの、中継ぎ抑えもしっかりしてきてるだけにね、はい、でいろんなアイテム持ってるからピッチャーも、はい、だから阪神と戦うようにスモールベースボールでは俺は戦えないような気がするね。うん、ただ1点を争う後半にはこういうことは必要だし、こういうことを成功させてきてるだけにやっぱ一つのいい流れは持ち込めるよね、うん、神宮にね、はい、うん、だから面白い戦いになってくると思う。どういう戦い方になってくるのか、まあヤクルトの注目は打順の組み方、はい、オスナさんからどういう風に組んでくるのかとか、うん、巨人はやっぱ攻撃兵器に徹してくるのか、それともスモールベースボールを継続していくのか、岡本がいないだけにね、うん、岡本が戻ってくるとまた別になってくるかもわからないけどね、はい、だからそういう意味では非常に見どころたくさん。そうですね、うん、まあはっきりはしてるけどね、メンバーを見てみて、あ、こういうそう狙いが分かると思う、狙いなんだかなっていうところが分かってくるという、うん、でもヤクルトは巨人が来て大歓迎という、多分ね、まあ相性的にはね、はい、はい、パリーグです、はい、パリーグもね意外と簡単でね、うん、まあオリックスとロッテ、いやシンプルですね、シンプルシンプル、はい、オリックスは山本次第ね、で山本に打線は援護ができるのかっていう、うん、で、まあ、山本が投げた時は援護点がなくてね、はい、まあ、非常に苦労してた時もあったけども、はい、最近では援護点はある程度取れるようになってきてんだよね、はい、山本が勝つと、はい、おそらくオリックスがもうスッといっちゃう。なるほど、うん、やっぱり一緒のアドバンテージっていうのは大きいよね。でロッテ側は山本の攻略これに尽きるんだよはい、だから山本が投げてる時にやっぱりピッチャーは先に点をやらないようにいかに粘れるか、で山本も人の子だから100球以上投げて120球に差し掛かろうとした時にやっぱ監督ってやっぱ変えようとすると思うんだよね、うんうん、で変わった時にチャンスが生まれるとか、だからそこまで 0-0 でいくとか1-1でいくとか、うん、やっぱ山本に勝ちがついてしまうともうロッテはやられちゃうということ、厳しい状況になるんですか。いや厳しい状況には俺はなると、うん、だから山本を攻略するにはロッテのいろんなアイテムがある、はい、まあ、例えば走塁であったり、はい、で足であったりだとかさ、楽天戦もいろいろ仕掛けてたよ、うん、荻野がリレードスチールしたりだとかさ、うん、タッチアップでも捕球体勢を見て中村がホームに突っ込んでくるとか、うん、まあ、いろんなあの走塁、はい、いろんな盗塁も試みてた。それはもうここを意識してたのかなっていうぐらいやっぱ走塁にはすごく神経を使い戦ってたよね、うん、だからそういう意味では山本が勝ったら俺をオリックスがもうスーッと日本シリーズまで行っちゃうと思う、うん、なるほど、うん、でロッテは山本攻略ができたらロッテの逆転があるという、うんうん、それはなぜかというと、はい、やっぱオリックスも山本が負けたっていう風になると、まあ、ある程度動揺もするよね。なるほど、まあ、その負けっていうことではなくて山本投手で負けたと、ね、負けたということが、はい、だからその後おそらく宮城が投げると思うんだけど、はい、やっぱ相当なプレッシャーかかると思うんだよ、うん、ね、でロッテは山本を攻略できたというやっぱ自信になるよね、はい、うん、だから山本っていうのはそれだけの存在なんだよね、うん、だからロッテはもう山本この一本にかけるという、はい、もうそれがファイナルステージを勝ち抜く一つの手だね、うん、だからもうロッテはもうとにかく足の速い選手をずらっと並べるか、はい、だってホームラン
打とうにもやっぱなかなか打てないでしょ、はい、球数を投げさせるために粘るとか、うん、そういったことも細かくできる人を、うん、みたいな、ね、ところですか。だから山本がね、はい、三振を取るピッチャーなんだよね、はい、やっぱパ・リーグでも一番取ってるピッチャーでしょ、うん、三振って必ず3球はいるんだよ、はい、でも同じ三振でもね、粘って粘って三振するんだったら OK だと思うんだよ、はい、最低5球以上、はい、粘って投げさせる、うん、まあ、それができるようになると攻略もできるよ。そうですね、だから言われるように、はい、そういったこともできる選手をもうとにかく最初使っていくとかさ、うん、だからもうどういう手を使って山本を攻略するのかその攻略をしようとしてる自分山本がどんな回答を見せてくれるのか、うん、だからもうそこの一戦はね見逃せないよ、うん、まあ両チームにとって結構シンプルなことですよね。一つ一つだと、はい、うん、投手陣はこうで攻撃はこうでっていうよりも、うん、もう中心の山本投手っていうことなので、そうそうそう、うん、だからもう中心に動いちゃってるからね、うん、でもうオリックスの選手たちも山本は絶対勝ってくれるっていうふうに信じてやるから、はい、ね、そのあたりも心理的にもね、うん、でもロッテはだから言えばいい、監督でもファイナルステージ山本を攻略できたら日本シリーズまで絶対いけるって、もうそのぐらいもう言い切っちゃっていいと思う、はい、だから大きな一戦が第一戦に待ってるということ、はい、だからもう山本が勝ったら、うん、なんていうのかな、もうスーッといっちゃいそうな気がするな、はい、じゃあもし、うん、まあロッテも粘り強いチームだけどね、そうですよ、うん、山本投手で星を落としてしまったらこれは分からないということですか。いやもうロッテが行くと思う俺は、気持ちがねやっぱ揺らぐと思うよ、うん、オリックスは、うん、あれみたいなプレッシャーがドンとくると思う。やっぱ一緒のアドバンテージを持ってる山本よりやつ、うん、もう2連勝したのと一緒だからね、はい、そしたら余裕持って戦えるよオリックスは。そうですね、うん、はい、だからまあそういうことで、うん、まあどうなるか分かりませんが、はい、ね、そういうところをいろいろ注目して、まあ、セ・リーグもパ・リーグも見ていただくと面白いと思います。はい、楽しみです。はい、はい。